どうも9番街レトロです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。すいません。いや、忘れられない恋愛っていうのがありましてね。忘れられない恋愛、はい、これはもう僕が高校生の頃、高校生、実は不良だったんです。もう金髪、あ、そう、全然知らんわ。もう白に近い、白に近い、もう髪の毛もまあパッキンキンの真っ白。めちゃくちゃやってんなお前。結構な不良やってね。あ、そう。そんな僕が好きになった女の子っていうのはね、その僕の対局ですよ。清楚な黒髪の可愛い女の子。そんな合わへんやろお前みたいなやつ。俺も合わへんと思ったよ。でも友達の紹介でなんとかって電話番号手に入れたりして、ほう、でこう連絡取り合っていくうちに、なんと付き合うことになった。すごいやん。そっからすごい青春の日々ですよ。むっちゃええやん。そんな中、ほう、僕の病気が判明しました。病気？入院ですよ。え、そんなに？あ、そう。こんな体じゃその子のことを幸せに仕上げることはできん。わざと冷たく扱ってその子のことを遠ざけ。そんな辛いことせんでええやん。しょうがない、その子の幸せのために俺はそうするしかなかった。そっから俺入院生活、もう体ガリガリ。そんなに顔も真っ白。ほんま。でもその子はそんなこと知らんから嫌われたと思って、な、別の好青年といい感じになってる。むっちゃ辛いやんお前。辛いけどこれが俺が願った幸せやから、俺グッと耐えてたよ。そうか。ある日その子が気づいてしまうね。え？俺の病気のこと。ほんな俺がお前じゃ嫌われようとしたことまでバレてしまったってこと？あの人は嫌われるためにわざとあんなひどいこと言ったんだと、私を遠ざけたんだ。気づいて速攻俺の病院に向かって走ってくるわけ。へえ。でさ、走ってる間ずっとテレビ通話。テレビ通話。ヒロすぐ行くから。おいそらよ。え、こいつらやん。え、気づくねんけど俺こいつらむっちゃ好きやもん。こいつらみたいな話やなと思って聞いてたわ。ヒロー言うたやん最後。なんか病室が広い。ヒロー。いや無理やって、そんなんじゃお前の名前呼んでるとかに変える。ちょちょ、自分の話しろよ。ごめんなさい、嘘でした。嘘ついてあかんよお前。こいつらバレんで、みんなには。本当の恋愛の話をします。お前の恋愛の話して。僕実はね、実家すごい金持ちなんですよ。実家すごい金持ちです。聞いたことないけど。言うた御曹司ですわ。もう財閥やね、実家がね。でそういう金持ちしか入られへん学校に入ってたんですけど、そこで俺もトップを張ってたわけ、その学校で。特に金持ちやから、もう俺の言うことみんな聞かなあかん。一緒につるんでた3人もいましたわ。F4 や、F4 やろ。仲間4人とね。いやもう学校5カップ。 F4 やろ。ある年、生意気な小娘が入学してきた。つくしちゃんね、そいつは貧乏なくせに我々の誇り高き学校に入ってきたわけですよ。ええやん、いけすかん女やなと思って。好きなんや。でその子はね、なんか弁当作ってもらってるんです、お母さんに。貧乏臭い弁当見たことあるわ。なんかね、その弁当エビを落とすの。あ、でっかいでっかいやつね、ポロッと。いやもうそれ俺踏んだった。うわ、知ってるよ。もう踏んだったね。面白いよねあれね。それ見た瞬間よ、その子もう言うたらいいやん。俺に向かって、ほら来たー、来た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 、もう花壇やん。つくししかせえへんジャブ花壇やんか。ざけんじゃねえ、キツオかい。ざけんじゃねえの方かい、キツオの方かい。キツオ花壇からのキツオかい。ざけんじゃねえやろ、キツオ。ざけんじゃねえの方や。知らないっす。知らんの、昼ドラやってたやつやん。あと僕5つ子なんすけど。いやもうええわ。どうもありがとうございました。